こんにちは、石崎です。本日はですね、1998年世代の選手についてお話ししたいなと思っております。この世代はですね、今井選手、寺島選手、藤平選手、高橋選手らビッグ4が大注目されていた世代です。大前提として、もちろんまだまだ21歳となる選手たちなので、現状で判断するのは早すぎるんですが、活躍している選手と苦しんでいる選手がかなり分かれている世代でもあるかなと思っておりまして、今回動画にさせていただきました。この世代の選手たちが高校生の時に国際大会で出場した U18 の代表選手がこちらなんですけれども、はい、まあ、これを見ていただければ分かると思うんですが、本当に活躍している選手、球界でも有名な選手、そして絶大な期待をされながら苦しんでいる選手がいるのもわかるかなと思います。本日はセリーグのこの世代の選手たちについてお話ししたいなと思っております。まずは巨人ですね。巨人に所属しているこの世代の選手たちの成績がこちらでございます。はい、まあ、一軍実績がある選手は現状いないんですが、期待が持てるメンツですよね。特に高田選手は2018年多くのイニングを投げ、85三振と高い三振能力を見せており、19年も四死球が減り、期待が持てる内容かなと思います。まあ、一軍で結果こそ出ていないものの、エース候補としてじっくり育てられているかなと思っておりまして、プロスペクトと言える選手かなと思います。そして大江選手、19年に1軍デビューし、基本塁打3という形ではあったんですけれども、2軍では23試合で42回46三振。防御率こそ 5.06 と、まだまだ苦しいところはあるんですが、彼も期待できる選手かなと思っています。そして19年、育成から支配下契約された加藤選手。2軍でもハイアベレージの成績を残し、強肩俊足の選手で1軍デビュー。将来が楽しみな選手の一人ですし、まあ、亀井選手の後を継げるような外野手になってほしいなと思っています。そして堀岡選手、19年に2軍で登板数を増やし、育成から支配下契約された選手。1軍デビューも果たすなど躍進した選手でもあり、2軍では2019年29試合で 34.2 イニング9セーブ、防御率 1.04、 39三振とほぼ無双したと言える1年だったかなと思います。四死球も16と多くはなく、安定感のある内容が多いんです。1軍デビューも頷けますし、2020年1軍のブレイクを期待する一人かなと思っています。まあ、巨人はですね、まだ全体的に1軍で結果が出ているわけではないんですけれども、層の厚さやじっくりと育成する、まあ、3軍制といったところもありますので、順調に育成が進んでいるかなと思います。特に育成契約で入団した加藤選手や堀岡選手も大きな期待があり、現在支配下契約されています。全員ブレイクが期待されるプロスペクトと言えるかなと思います。続いて DeNA。98のアジア大会で首位打者を取り、ドラフト3位指名など、とにかく期待も大きかった松尾大河選手。ただ2軍で攻守ともに振るわず、19年オフに戦力外という形になってしまいました。18年オフの U23 にも出場し、攻守を連発しており、正直早すぎる戦力外だったかなと。現在は有給でプレーされています。ただ DeNA 課題のショートを埋める存在として、大きな期待がありながら結果を残すことができず退団となったのはかなり驚きと言えるでしょう。そして京山選手、1年目から2軍で最長イニングで6勝と大きな期待もあり、18年には先発投手不足のチーム事情も含め、1軍で多く登板することができました。当初は多くの勝利を積み上げたんですが、失速し、トータルでは13試合で59回、6勝6敗、防御率 5.64。 先発不足のチーム事情もあって、なかなかローテから外すことができず、2軍での登板も9試合のみ。ただ終盤には引退試合で準完投など光を見せ、19年は1軍で6敗ながら、2軍では15試合で90イニング、防御率 2.60 と、しっかりと投げることもできました。ややかわいそうな部分もある選手ではあるんですが、今後の期待度が大変高い選手でもあるかなと思います。そして細川選手、1年目ながら2軍で2桁ホームランを放ち、1軍デビューではバックスクリーン直撃の初打席初ホームランを見せ、さらに翌日もホームラン。その後 CS や日本シリーズにも出場し、ヒットを放つなど大きな衝撃をもたらした選手。しかし翌年は 1,2 軍ともに振るわず、一時期は実戦から離れる期間などもあったり、苦しんだ選手でもあるんですが、19年は2軍で15本塁打を放ち、 OPS も9割、かつてよりは三振も減り、1軍でも試合に出場。まだまだ荒いんですが、大きな期待を寄せられている選手かなと思います。そして山本選手、彼は独立経由でプロ入りしたんですが、この世代に当たります。1年目に代打で出場し、初打席でホームランを放った選手。しかしその後すぐに未成年飲酒が発覚してしまい、謹慎となってしまいました。19年は高卒捕手である益子選手の起用、頭部支給などもあり、2軍での出場試合も51試合に限られたんですが、1軍では12回裏2アウト満塁のチャンスで代打で出場し、サヨナラヒットを放つなど、何かを持っている選手なんです。
1軍では伊藤光選手や峰井選手、戸柱選手や帰ってきた高城選手、さらに2軍でも益子選手や高卒キャッチャーの東選手など2020年以降出場機会やや限られそうなんですが、将来性のある選手かなと思っています。そして千野選手、彼も独立リーグ経由の選手で、聖光学院を中退など過去には一度野球から離れた選手でもあるんですが、走攻守3拍子揃った内野手として期待されています。19年にプロ入りし、1年目の2軍では圧倒的な数字を残すことはできなかったんですが、ショートで多く試合に出場しました。まだまだ時間はかかるかもしれないんですが、走攻守3拍子揃ったショートとして今後に期待が持てる選手かなと思っています。衝撃デビューの細川選手や山本選手、また一時期はローテで勝ちを重ねた京山選手など一軍で光を見せられた選手がいる反面、一番期待をされていた松尾大河選手は早くも戦力外となってしまいました。まあ確かに成績は苦しかったんですが、やや早すぎるかなとも思っていました。明暗が分かれたドラフトとも言えるかなと思います。そして阪神、まずは才木選手ですね。甲子園出場はなかったんですが、公立の星として期待された選手、3位指名を受け1年目から2軍で14試合に登板、防御率こそ 4.88 ではあったんですが、1軍デビューし2試合で無失点、18年には開幕ローテには入れなかったんですが、先発中継ぎで1軍で多く登板し、一時期はセットアッパーを務めるなど1軍で多くの試合に登板しました。19年には2勝をマークしたものの、右肘違和感で中盤以降は 1,2 軍ともに登板はありませんでした。150キロ超えの直球と多彩な変化球で完成度も高く期待度も高いエース候補、怪我が心配でやや時間はかかるかなと思うんですが、2020年後半には1軍で投げているかなと思います。そして浜地選手、九州四天王と言われ4位指名を受けました。1年目に腰を痛め18年中盤まで復帰することはできなかったんですが、2軍で9試合で27回、防御率 1.00 と好成績で、チームのファーム日本選手権優勝に貢献した選手、ウィンターリーグでも活躍し19年のブレイクが期待をされていました。19年には1軍ですぐに登板し、中継ぎでも21試合登板、2軍では12試合で 29.1 イニング 2.45、 期待の持てる選手かなと思っています。エース候補の2人と言える指名でした。ビッグ4と比べるとやや注目度は劣ったんですが、彼らも高校時代から注目をされ、2軍で多く登板し期待も持てる指名だったかなと思います。そして広島、まずは高橋光也選手、強豪花咲徳栄高校のエースで多くの三振を奪う投手として大注目されていた選手、98でも高い三振能力を見せ高校ビッグ4と言われた選手、1年目から2軍でも高い三振能力を見せファーム日本選手権でも試合を作り優秀選手賞を獲得、18年には開幕当初からローテ入り、中盤に菅野選手に投げ勝ちプロ初勝利をマークし、2軍でも高い三振能力を見せたんですが、19年左肘違和感からトミー・ジョン手術、復活に期待をされています。そして坂倉選手、個人的に非常に期待している選手です。1年目の2軍で2割9分8厘と高い数字をマークし、終盤には1軍でもヒットを放ちました。さらに1年目のファーム日本選手権では高橋選手とバッテリーを組み、決勝のスリーランホームランを放つなど結果を残した選手、2年目は少ない試合数ながら2軍でも数字を残し、19年は出場機会を得るために外野でもプレー、1軍でも初本塁打をマークしました。磯村選手、相澤選手と広島には打てるキャッチャーが多くいるので壁は大変厚いんですが、デルタのプロスペクトランキングでも1位を獲得した選手、俊足高打の彼にかかる期待は大変大きいかなと思います。そしてアドア選手、196センチと長身で甲子園出場に導いた投手、当初は素材とも言われ、1年目の2軍では苦しい成績だったんですが、2年目に大ブレイクし開幕から1軍、優勝争いの中多くの試合に登板し成績を残しました。ロングイニングを食える中継ぎとして活躍し、19年先発転向、開幕こそ1軍を逃したんですが、中盤に1軍で登板し完投も見せました。ただ交流戦以降には安定感を欠き 1,2 軍を行き来、通算の奪三振率 4.64 と高くなく打たせて取る投手、20年19年の悔しさを晴らしたいところです。そして永井選手、最速154キロの直球が武器の選手で、1軍登板経験もあり、19年の2軍では13試合で 11.2 回、防御率 3.86、 7三振という成績ではあるんですが、怪我もあり直球は140キロ前後、さらに制球難、過去にはポジられていた選手でもあるんですが、早くも戦力外となってしまいました。広島はですね、高校ビッグ4として高橋選手が一番期待されていたんですが、怪我で長期離脱となってしまいました。坂倉選手は NPB でトップクラスのプロスペクト、そしてアドバ選手は2年目から1軍の中継ぎで重要な存在に、もちろんまだまだ焦る時期ではないんですが、やや明暗が分かれたドラフトだったかなと思っています。そして中日、甲子園出場経験はなかったんですが、1年目からレギュラーをつかみ、高校通算37本塁打と俊足強打の石垣選手、中日から3位で指名を受け、1年目の2軍では60試合1割9分7厘ではあったんですが、広い名古屋球場で3本塁打、
1軍では3三振に終わりました。オフにはウィンターリーグにも出場し、18年はフレッシュオールスターで MVP には選ばれたものの、2軍では最も多く打席に立ちながら1割8分3厘1本24打点と成績としては振るわなかったんです。ただ19年には2軍では81試合で2割4分3厘5本28点と長打力に磨きがかかり、1軍では菅野選手から初安打も放つことができました。パワーが魅力の選手で、19年には期待度を上げた選手ですが、成績で見ると苦しい部分もあるかなと思います。まだまだ21歳ということもありますので、焦らず大きな大砲になってほしいなと思っています。そして藤島選手、甲子園で非常に注目された選手ですね。1年から甲子園出場し、3年時には肘を痛めながらエースとして登板。八戸学院光星戦で7点差をひっくり返し、当時の東邦高校の注目度を一気に上げた選手ではあるんですが、投手としては失点や暴投が目立ったこと、さらに打撃では高校通算49本塁打、甲子園ではサイクルヒット超えの活躍もあり、野手としての指名も予想された選手。ただ本人としては投手志望で、地元中日から5巡目で指名されました。1年目の2軍では苦しい成績ではあったんですが、18年には序盤から1軍デビュー。その後ロングイニングも任され、松坂選手登板回避の試合では急遽先発登板し勝利投手、先発中継ぎどちらでも登板し、19試合で 71.1 回3勝1敗防御率 3.66 と1軍で結果を残せたシーズンだったんですが、主には血行障害で手術。19年中盤に復帰してからは1軍で21試合連続無失点と素晴らしく、32試合で防御率 2.48、35三振と本当に高い三振能力を見せてくれました。特に直球の平均球速が 141.8 キロながら、球界でも上位に食い込む空振り率 14%、 素晴らしい直球を武器に2020年も期待したいなと思っています。球団当初、藤島選手の投手としての期待とは低かったと思うんですよ。ただ今はセットアッパー争いに入れるほど中日にとって欠かせない選手となっています。まあ、こちらはですね、前評判を大きく覆したドラフトだったと言えるでしょう。そしてヤクルト、まずは寺島選手。伸びのある直球や多彩な変化球を武器に多くの三振を奪ってきた左腕、高校ナンバーワン投手と評され、 U18 の国際大会でも抜群の安定感でさらに評価を上げ、ヤクルトからドラフト1位指名。1年目には度重なる怪我や肘の違和感で8月に2軍登板。2軍では高い三振能力を見せ1軍デビュー。まず大きなステップを踏むことができたかなと思います。18年には2軍で最もイニングを投げ、怪我から復活を見せられたんですが、かつてのように150キロ近い直球というのはなかなか出ず、1軍でも成績を残すことはできませんでした。19年は2軍でも中継ぎとなり苦しい成績。以前こちらの動画でたっぷり話しているので、そちらも見ていただければなと思っておりますが、怪我以降無意識に怪我を怖がるようになったこともあってか、球速が出ないとのことです。まあ、当時から高校生ながら即戦力と言われていたほど評価が高かった選手ではあるんですが、大変苦しんでいる選手かなと思います。そして梅野選手、高校時代に甲子園経験はないんですが、150キロ超えの直球で有名。ドラフト3位指名され、1年目に2軍で多く試合に登板し、制球は課題があったんですが、魅力的な直球なのがあり、セリーグ高卒新人最速の1軍デビューを果たした選手。まあ、結果としてはほろ苦ではあったんですが、早々とスタートラインに立つことができました。18年は2軍で守護神として多くの試合に登板し、高い三振能力を見せ1軍で多くの試合に登板。29試合で 26.2 イニング、3勝2敗13ホールド防御率 7.09 と、防御率自体は苦しかったんですが、終盤は安定感を見せセットアッパー起用もありました。19年は日本代表にも選出され、石山選手の代役守護神を務めるなど、やや国士気味の起用が心配ではあるんですが、苦しいヤクルトの投手事情の中、1年間1軍で戦い抜き、68試合で 67.2 イニング、防御率 3.72 と好成績。2020年以降も大活躍に期待したいなと思う選手です。そして古賀選手、高校時代1年からレギュラーをつかみ、3期連続の甲子園出場の実績を持つ選手。高校通算5本塁打だったんですが、高い守備力や強肩で5位指名。1年目に1軍登録も出場はありませんでした。2軍では1年目から62試合で2割8厘1本と、まずまずの成績を残すと、18年には1軍デビュー。打撃では初安打を放ちながら1割を切るなど、結果としては苦しかったんです。ただ守備ではスタメンマスクで勝利など、結果を残すこともできました。19年の2軍では80試合で2割9分と本塁打はなかったんですが、高打率、ウィンターリーグにも出場。ヤクルトは正捕手の中村選手、新加入の岸間選手に加え、井野選手や西田選手、さらには松本選手と多くキャッチャーがいるので、競争は厳しいんですが、期待も大きい選手かなと思います。ただですね、ヤクルトに関しては高校ナンバーワンと評価され、ドラフトでも大注目されていた寺島選手が苦しんでいます。
もちろんまだまだ若いんですが、同い年の梅野選手が多く一軍でプレーし立場を確立しつつあることを考えれば、本人とすれば大きな焦りがあるかなと思います。ここビッグ4と大注目された高橋選手と寺島選手はなかなか一軍での出場というのはなっていません。そして結果が出ていない中、開始名だった藤島選手、アドア選手や梅野選手が多くの試合に登板。 DeNA もプロ入り時に大きな注目を受けていた松尾大河選手が戦力外となり、開始名の細川選手が衝撃的なデビュー。もちろんドラフト時の注目そのままに活躍した選手も多くいるのが事実なんですが、結果が出ないと焦りにつながってしまうことも多いなと思わされます。今回は入れませんでしたが、2019年ドラフト2位の太田選手はかつて阪神の浜津選手らとともに九州四天王と呼ばれていた選手。社会人経由で同い年の選手が即戦力として入ってくると、ますます焦りを生んでしまうかなと思います。まあ、プロの厳しいところではあるんですが、大注目されながら結果を残せていない選手たちにもどうか温かい目で見てあげてほしいなと思います。まあ、2020年ドラフトでも大注目されている選手多くいますよね。彼らにも優しい目で見てあげてほしいなと思っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。